きました。制限時間3分前長期コンポーザーピアニスト中村天平、世界初の挑戦、ヨーロッパ全47カ国を自身の音楽そして仲間と共にキャンピングカーで巡る旅を2019年5月からスタート。ここオランダアムステルダムを拠点に現在18カ国を演奏して旅し、19カ国目となるイギリスへと向かう。車をね、返しに行きます。で、新しい車、まあ、それもレンタカーなんですけど、もっとでかくてヒッチメンバー、後ろに引っ張る、牽引するやつがついたやつですね、それと交換しに行きます。この車、シトロエンのちっちゃいやつは2日間だけですね、はい。ほんで、その車を旅の終わりぐらいまで多分使います。すぐ修理できてないと思うんで、古いやつはね。つくづく親方も大変な挑戦を選ばはりましたよね、なんか。普通に行ってたらちょこちょこ大変ぐらいねんけど、この1週間ぐらいはもう超絶大変ですね。体力的にすげえタイトなスケジュールが大変な時とか、パリみたいに環境が過酷な時とか、こういうトラブルが立て続いて大変な時とか、いろんなシーズンがありますね。確実に今が一番大変。イタリアで壊れてから、1つボルボでしょ、はい、でこれ2台目のレンタカーのシトロエンでしょ、明日3台目だから、オリジナルも含めるとなんか4台車変わることになる、西に進みます。その先、左方向です。めちゃくちゃいい声してるんですよ。中にはもうすぐ分かります。ありがとうございます。ちょっとアイルランドに彼を絶対連れてきたくて、本当、連日の精神的な疲れがなかなか抜けないですね。とりあえず今はそう、吉谷さんも割と来たばっかりで、はい、彩香さんも来たばっかりで、一旦整理してそっからちょっと落ち着くかな。すげえ、これ200円。これは使うな。あと、いや、これ全然使えるんじゃない。終わりやった、これ。OK、ちょっと休憩。2、3、8。別にいつもいい感じやね。
喉乾いた。8月21日の夜、11時、今からオランダを立ってフランスのカレーまで行って、そこから、イギリスに行く、フェリーに乗ります。はい、で、明日は1日イギリスにいて、僕は翌日の早朝の便でフランスに行ってちょっとコンサートするんですけれども、そこからは、僕抜きの旅になるからちょっと心配ですが、あのゆうたにリーダーになってね、頑張ってもらおうかなと思ってます。とりあえず、今から、4時間半から5時間の道のりを行ってきます。フランスはカレーの、フェリーポートに着きました。制限時間3分前超ギリギリ間に合うのか。みんなパスポート持ってますか？はい。だいぶ先まで列がありますね。Good morning. Hello, morning. Yeah, what do you do for work in Japan? Musician. Musician? Yeah, musician. Oh, okay. What, yeah. You're in the same band or...? Yeah. Thank you. Have a good day. You too. Okay, we bought a ticket for 45. It's, I can use this ticket for this time? Yes. Okay. Yeah, なんか...ちゃんと時間前に着いたのに勝手に次の便にさせられましたよ。まあいいけどさ。うーすげえ。いよいよヨーロッパ大陸を立ってイギリスへ行きます。建物も実際に行ってみたら楽しそうねえ。ただの取っ手じゃなくて、一個倉庫みたいになってる。そんなイギリス初めて知った。すげー。